対戦で一生前捨て投げされまくって負けることが多いん、イカラク。前捨てどうやったら止められるかか。まずこれなんていうか、そもそもプラットフォームのところから始まっちゃうんですけど、 PC 版ですか、ね、PS4 版です。まず PS4 版だと見てから止めるっていうのは諦めた方がいいです。俺も無理です。パソコンです。 PC だったらあの見てから止めるっていうのが一応できるんですけど、前捨て止める方法大体3つぐらいあって、シンプルに前捨てしそうなところで技を置いとくっていうのが一番簡単なやつで、ちょっと難しくなるのが相手のその前捨ての入力動作を見て止める。前捨てレバー前、ニュートラルレバー前って入力するんで、ピクって前に動いてから棒立ちになってからその後にこうガッて前に来るんで、そのピクって前に動いてニュートラルになるっていうその予備モーションを見てからコパンを置いておく。前捨てしてくるかどうかはもう見ずに、その予備動作が見えたらもうボタンを押して打撃を置いとくっていうパターン。 PS4 版だとこれで止めるのが、まあこれで止めるのが限界。 PC 版だと慣れれば結構できるとは思う。で3つ目が純粋に見えるっていうだけの話になっちゃうけど、これがここはもうなんていうかトレモとかで練習するしかない。純粋にもう PC 版だったらそもそも前捨て自体が見えるんで、なんかこう対空とかと同じで反復練習みたいなイメージ。おすすめは2番目の予備モーション見てから止めるって、おすすめです。か、まあ、純粋に止めるテクニックだったら今の3つなんですけど、そもそも前捨てされて投げ間合いのところに行かないっていうのも1個対策です。投げ間合いじゃないんだったら別に前捨てされたところでそんなに怖くはないはずなんで、前捨て密着の間合いに行かないのも1個対策です。